ビジュアルスタジオコードを使った開発環境の構築を行います。上記のサイトに飛び、環境に合ったビジュアルスタジオコードをダウンロード、インストールします。ドキュメントルート、C、ユーザー、ユーザーネームへ Python テストのフォルダを作成します。インストールしたビジュアルスタジオコードを実行。ファイルをクリック。オープンフォルダをクリック。先ほど作成した Python テストフォルダをダブルクリック。フォルダを選択をクリック。コントロールプラスシフトプラス P。設定を開くをクリック。コードを上書きコピペ。コードは詳細欄に記載。コントロールプラス S でセーブ。丸がバツになったら保存されます。上のバーのターミナル、新しいターミナルをクリック。sudo apt install bash bash シェルをインストール、操作性が向上します。sudo apt install micro micro エディターをインストール、利便性が向上します。bash bash シェルに変更します。chsh-s ユーザー bin bash初回起動時に設定したパスワードを入力。次回起動以降、bash シェルをデフォルトに、make directory-p, tilda.config, bash。micro, tilda.config, bash, config.bash。alias, python equal python3, alias, pip equal pip3。コントロールプラス s でセーブ、コントロールプラス q でエグジット。python-o 文字 v、python equal python3 が適用されているか確認。Python を使って Hello World を実行します。micro, test1.py プリントカッコ、ダブルクオーテーション、Hello Python コントロールプラス S でセーブ、コントロールプラス Q でエグジット Python, test1.py Hello Python と出力されました。今回の解説と詳細をブログに記載してます。ご参考いただければ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、アマギフでの投げ銭をしていただけますと大変励みになります。サイト見てミニマルキーボードを販売しております。Love and Peace!